それではレイは間宮が死んでいく運命にあることも知らずに己の命を懸けているというわけか。面白い。犠牲を持つ男レイ、その犠牲がピエロの星であることを十分に思い知らせてやる。そうか、俺は気を失って。マミアは外だ。これ以上お前が苦しむのを見ておれぬのだろう。俺はこのまま死んでいくのか。いや、まだ方法はある。ある飛行をつくことで少しだけ命を延ばすことができる。しかしその飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍になる。その苦痛から今すぐ逃れる方法もある。マミヤさんから託された薬、死だ。選ぶがよい。お前たちには分かっているはずだ。俺がどっちを選ぶかは。始める前にこれを渡しておこう。普通に耐えられぬ時のもない。ラオウがついた飛行神結集に対応する飛行は一つ。心霊台。話せ。そして俺と決着をつけろ、レイ。あまりの苦痛に白髪とかしたか。以前に増して技が切れているな。ようやく貴様を醜く切り刻む時が来た。
マミヤへの思いがお前をそこまでにしたらしいな。だがその思いも無駄に終わろうとしているのだ。いいか、よく聞け。この女マミヤはな、すでに視聴生を見ているのだ。マミヤは、バカな。いかん、今レイを支えているのはマミヤへの一念。それが崩壊したら、レイの肉体もまた崩壊する。どうだ、己の思いが空回りに終わった味は。犠牲は所詮ピエロの星、妖精を一段と光り輝かせるクズ星に過ぎんのだ。マミヤ、どこまでも悲しい女よ。ならばお前のためだけに死ぬ男が一人ぐらいいてもいい。女のために涙と、ふぬけたか。死ね、虫けらのように。ヒルダ、妖精は二度と輝かぬ。この美しい顔に傷が。ヒルダ、今日こそ決着をつけてやる。あの屈辱の日から俺は貴様を血祭りにあげる日を待っていた。水長剣飛炎竜武、いつ見ても美しい。かくな、たとえ一瞬とはいえ、俺はレイの動きに魂を奪われた。生まれて初めて他人を美しいと。この屈辱は決して忘れん。いずれこの手で最も醜く哀れな死をくれてやろう。貴様の肉体はすでにふぬけだ。かかってこい。そして死ぬがいい。死ぬのはお前だ。貴様はなんと六星剣を崩壊に導いた男、なんと水長剣の伝承者の名にかけて貴様を処刑する。かつて六星剣は皇帝の居城を守る6つの門の栄章と呼ばれ、なんと聖剣総派108派の頂点だった。しかしあの戦争後、なんと六星剣は2派に分裂した。平和を望む者と覇権を目指す者とに。この時ユダは裏切った。平和を望む声が優勢と見るや、自分の配下なんと23派を引き連れ剣王と手を結んだのだ。一世崩れる時、残る五世もまた乱れ、この世に巨大なる悲劇の種をまかれた。時代だ、時代が妖精を輝かせた。俺は貴様の血で化粧がしたい。うわっ、死ね。うわっ、何がお前をこれほどまでに。愛を知らぬお前には決してわかるまい。ユダよ、血化粧は己の血でするがいい。それで俺に勝ったつもりか。俺様は妖精のユダ、何の知略も持たずにここへ来たと思ったか。何をしたユダ。この村の豊富な水を利用してやったのよ。
バカだ。ダムを爆破したのか。なんと水長剣の奥義、この華麗な足の動きが、この下半身の動きを封じられた今、貴様は羽をもがれた水鳥。この俺の手で哀れに醜く死ぬのだ。行くぞ、レイ。あと一歩、あと一歩で最後だ。水長剣の奥義、この華麗な足の動きが、その下半身の動きを封じられた今、貴様は羽をもがれた水鳥。この俺の手で哀れに醜く死ぬのだ。